5フレット以下の音の場所をしっかりおさらいしてレベルアップ。テーマがウェブ西村淳の低音夜室相談所第120回、早いもので2023年最後のエピソードです。前回の動画では5フレット以下のエリアで12のキー全部のメジャースケールを練習してきました。今回はその続きとなるエクササイズで今年を締めくくろうと思います。年末年始にじっくり取り組んでください。ということで EX1、 これは C から始めて完全に4度上行を繰り返してまた C に戻ってくる進行です。このそれぞれのコードトーンを EX11 のようにルート3度5度の順番で演奏します。ここでは全部ルートから5度に向けて上行するパターンです。最初は EX11 を見ながら練習するんだけど、慣れてきたら EX1 のコード譜だけを見ながら練習しましょう。次の EX12 もルート3度5度の順で演奏するんだけど、ここではルートから3度に向けて上行してルートより低い5度に下降するっていうパターンです。慣れてきたら EX1 のコード譜だけを見ながら練習します。次の EX13 はルートから低い3度に向けて下降してそのままルートより低い5度に上行するっていうパターンです。慣れてきたら EX1 のコード譜だけを見ながら練習しましょう。このそれぞれに慣れたら EX1 を見ながらコードごとにね、 EX11、12、13のいずれかのパターンを選びながらアドリブで演奏します。こういう練習で5フレット以下のエリアの音の場所をよりしっかり覚えていきましょう。時間の関係でこの動画の中では扱えないんですが、概要欄にリンクがあるベースマガジンウェブのサイトの方に EX2 と EX3 の譜面が置いてあります。これもコードごとに EX11、12、13のね、任意のパターンを選びながらアドリブで演奏しましょう。 EX2 は C から完全5度で上行しながら12のキーを一周する進行で、 EX3 はまあまあランダムな進行です。年末年始しっかりベース練習してレベルアップしていきましょう。来年もよろしくお願いします。西村淳でした。